よーし、やっていくぞー。桜大戦2実況。帝都の一番長い日の、その4でございます。今、マシン機を取り返しに行ってるところです。新宿あたりにね。下手したら戦闘パートかもしれん。戦闘パートだ！はは。しかも長え。あれ、誰だ？あの魔造騎士きっは。と。あー、こりゃめんどくせえぞー。動画としてどうするよ。一人一人の必殺技を YouTube に上げようかな。一人一人の YouTube に上げる動画にしようかな。環境音入ってるけど。魔人機が魔人機でした。魔人機って言ってた。魔人機でした。鬼をお前が持っている魔人機返してもらうぞ。ならば代わりに神宮寺さくらの命を貸し出すがよい。あ、はい。覇者の力を使える者がいなくなれば魔人機など必要ない。 そんなことはさせない。さくら君は俺たちが守ってみせる。ならばこの魔人機力ずくで奪ってみることだな。さくらの命が狙われちゃうんだ。魔装騎兵、闇カムイ。いやー、こんだけ人数多いとめんどくせえな。めんどくささが先に来るな。これは新宿らしいよ。新宿のどこら辺をイメージしてるんだろうね。一応通信してみよう。通信。ツーバキちゃん。ツーバキちゃんじゃなかった。鬼のところまで接近して魔神機を取り戻すのよ。どうしようかな。どうしよう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 。さくらくんにカバーをつけてひたすら突貫させるか。よし。巻き込み型の必殺はちょっとやっぱ一体に使うのはもったいないって感じちゃうよね。アイゼンクライト、そう、アイデンティティがなくなってる。アイゼンクライトというアイデンティティがまとまっちゃうけど、やっちゃおう。ちょっと黙ります。柵壊しただけじゃねえか。百花正法を一応これで倒れん。あの固定砲台硬い。やばいね。まさかそんなに固定砲台が硬いとは。おのずこの位置になるよな。しゃあない。これを壊そう。仲間がいるなら別れを言いな。おはい、五段。なんて。思ってた子は一体に集中かと思って、違う範囲攻撃だった。
一番乗りらしい。風の向くまま、木の向くまま。知的に濃いんだな。ていや。オッケー。ん？待て。待て。まだまだこれからもうちょっと先があると思って。力づくで来い。技も使わずに言ってたのに。あんまり なんて力だ。切り抜いたら吹き飛ばされちまうぜ。すごいな。こんなもの。ほうほう。ほほほほ。魔人機は絶対に渡さない。何やっとんじゃん。ほう、さくらくん、さくらくんって言うと思った。あ、魔人機が。拾え拾え。カンナとカンナとアイリス触れ。すぐ取りに行け。なかなかやるな。鬼をこの私に人たち。鬼をさん、ちょっとダサいですよ。あと魔人機を一緒に持ってない方が良かったと思うな。ポロンじゃないよ。同じ。バシッと切ってさ、ポロッと落とすのちょっとかっこ悪くない？ちゃんと手元に大事なところに置いとこうよ。落とさない場所にちゃんと。その決意、本物なら。本物ならば？我らの本拠、赤坂へ来い。東京のいろんな場所を転々としてます。全ての決着をそこでつける。おう、壊れる、消える。いや、魔人機取り返そうや。国王さん、鬼王さんが。魔人機だけポロンってしてから帰っちゃったよ。いろんなやつらの みんなの必殺技を見ればよかったな。ちょっともったいぶったな。あともう一戦最後にあると交えると思ってた。あ、その辺の計算が全て狂ったな。一応セーブする。もうあともう多分終わりだけだと思うから、そんなに継続してやりたい。ねえ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 、ちょっと待って、俺アイリスが一番になってんだな。いつの間にやら。あれ、そんなことある？アイリスが一番なことはないと思うんだけど。今までのプレイングでそんなにアイリスの効果を上げるようなことしたっけ？おかしいな。はい。これが魔人機ですか。刀、剣、ショートソード、鏡、シュッ、玉。この魔人機のために山崎や一馬が。山崎は何で名字で呼ばれてるの？そしてその血は私の体の中にも流れてるんですね。このフックの時の桜くんの胸がちょっと張りすぎで気になってしまう。リボンは何なんだろうな、このリボン。みんなリボンついてるけどさ、リボンいる？胸元のリボン。あんな風なリボンの使い方をしている人って現代にいるのかな。人は力の前に無力だ。ああ、そういう意味か。力にこう惹かれてしまうっていうことね。なるほど。言えてみよう。力、無力という言葉に力があるから。
闇消えてみようだな。なんと形容したらいいのかわからないけど、力の前に無力。面白い言葉だな。お前はこのことに自信、そのことでしょ。ああ、難しい。ああ、わからん。あります。テレトの平和も、花組のみんなも必ず守ってみせます。それでこそ、大神。そうだ、その通りだ。さくらに教えてあげて、マジキなんていらないものなんだって。怖そう。マジキ怖そう。心のどこかでまだマジキ使うと思ってるから壊せないんだろう。怖そうぜ。みんなの力でなんとかなると思いながらも、心のどこかでまだ魔人機を壊せないでいる。さくらくん、大神さん、深海の底に沈めてしまおう。日本海溝に沈めよう。私が覇者の力を砕けないのだ。帝都の魔は浄化されて平和がやってくる、うん、もう誰も傷ついたり悲しい思いをしなくて済む。そんなことはねえ。そんなことはねえぞ。なぜならば、なぜならば、新宮寺一馬も同じように力を使ったはずなのにもかかわらず、ね。新宮寺一馬も同じ力を使ったはずなのにもかかわらず、魔は未だに存在するからな。違う違う違う。違う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 よ、さくらくん。違うよ、さくらくん。新宮寺一馬も同じように力を使ったはずなのに、未だに帝都には魔がいるわけだから、一時的な作用しかないよ。まだ死ねない。死にたくない。死ななくていいって。普通の女の子みたいに好きな人と一緒にいたい。みんなと一緒にいたい。いや、大神さん、めっちゃ深刻な感じでおるけど、別に使わなくていいよ。あー、わからん。みんなの前で抱きしめていいんですか。あー、これはちょっとやってよかったけど、しかも好感度上がらない。上がらない。この絵が一枚、この絵が一枚。抱きしめなかったらどうなってたんだ。この絵が表示されなかったのか。さくらくん、冷静になろ。魔人機使わなくて大丈夫。そう、そういうこと。破壊する。そう、怖そう。その判断を早くすればよかったんだよ。破壊だ。大神さん、新宮寺一馬大佐、青井沙汰、いや、山崎翔さん、新宮寺一馬大佐なのか。俺はさくら君にそんなことはさせない。守るべきものは自分たちの力で守る。これで終わりだ。本当に壊した。本当に壊す。大神さん、すごいな。誰もが、俺がそう思ったように壊してしまった。うおー、ガシャン。ぐしゃぐしゃに壊しすぎじゃない？ぐしゃぐしゃに。やった、やったったぞ。そうはならんやろ。そうは。魔人機が。でもなんか、修復する力とかありそうだからさ、粉々にしてやつをさらに細かくして、ね、分けよう。分けてばらまこう。そういう力があるものは。さくらくん？大神さん、私
大神さん、私のためにこんなことまでしてくれたのに。こういうアイテムをさ、どこかでこれでよかったの、こういうすごいものをさ考えてしまうんです。壊せるって発想すごくない？ひどすぎますよね。わがまますぎますよね。なんか物語のこうひねくれる感じで突っ込み入れてるつもりだったのに、本当に壊しちゃって、ちょっとびっくりしてる。あれそうだっけっていう、よく覚えてなかったのもあるけどさ、マジンキ壊しちゃうんだ。本当に良かったんですよね。いやーすごいな。しかも大神さんたちと一緒に生きていて、壊し方がそれはいいよ。壊し方がなんか、いつまでもグズグズ言ってんじゃねえよ。こなごなにしてなんか床にぶちまけてんのがもっとスマートな壊し方なかったんかと思うけど、でもさ、金色の部分多分金だと思うんだよ。金ってそんなに簡単にバラバラにならないよな、多分。自分だけ悲劇のヒロインになろうったって、そうはいきませんわよ。金は金属だからさ。うちら全員が多少伸びるよな。金って結構伸びるよな、確かな。金じゃないかな。金じゃない説あるな。黄色だったけど、金色だったけど。みんな。戦いはこれで終わりじゃない。俺の勘だが、金って簡単に砕けないと思う、割れないと思うんだよ。そうよ。そんな金のなんか何かを持った、所有したことがないからわからないけど、遠征転生があるからさ、特に遠征の方で、俺たちが平和を守るんだ。金属は伸びると思うんだよな。金属じゃない、特に金は伸びると思う。金箔みたいにしてさ、叩いて薄く伸ばすこともできるっていうのは金の特徴じゃんね。鉄箔とかさないじゃん、ね、証言丸で行くの？赤坂ってそんなに遠い？その辺の距離感がよくわかんない。神戸でのしのし行けばいいんじゃない？赤坂と新宿の距離感が、新宿？帝劇ってどこにあるんだっけ？銀座か。よくわからん。長えな。先ほど香山くんから連絡があったわ。月組の調査によると、赤坂の地下に大規模な洞窟が広がっているらしいの。ほう。どうやらその最深部に国旗会の本拠地があるらしいわ。ほう。地下では将棋丸の援護も受けられません。苦しい戦いになりそうですね。月組の報告では裏側から侵入することも可能らしいわ。裏側？少し遠回りになるかもしれないけど、警戒が手薄な裏側から潜入するか、それとも敵の戦力が集結している正面を突破するか。さあ大神くん、作戦を決めてちょうだい。いや、正面突破でしょ。これだけの戦力がいれば正面突破で十分。天部の力ならば余裕です。正面丸を作戦位置へ向かわせるわ。戦力差があるときは成功法がいい。頼んだぞ。みんな絶対に勝つぞ。これが最後の決戦だ。最後の決戦だったっけな。怪しんでる。最後の決戦だったっけなって。長えな、おい長えわ。これで終わると思ってた。ちょっとここで一旦止めます。その4が長かった。その4はちょっと長くなりますね。その4が長くなるし、さらにその後まである。あれ、さくらくんになってる。この辺のスタンプの妙よ。はい、じゃあここまでにしますね。一応退院の状況、多分桜くん以外全員気力充実じゃないよ。あ、全員気力充実だ。ほう、いい感じですね。はい、次回多分また戦うことになるでしょう。ほなまた。